いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘み様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い影。影、影、馬は無事だろうか。場所のようだ。入れ口はどこだ。赤い砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。
来い。どこにおる。課金はせんぞ。宝作地の悪徳な侍。身を投げておる。娘が待ってる。ямар таж бидэн байгаарай. Ахгад учруу өгтөд болгоно.
Hunniken Herz auf! Herr Hachu! Was hat er geschmitten? Stöbe! Ach, kein Utschivo, auch dir Polokno! Thank you.
夫だ。もう一度伊豆原の沖まで出ようかと思ってるんだ。やめとけ、海で猛虎にやられるぞ。お高族も対馬を攻めてるのか。いや、対馬の猛虎は荒々しくて。吐いてる場合か。身を守りたいなら鍛錬しろ。一番の守りは猛虎どもに近寄らないことだろ。だから島の至るところに弓の稽古場があるんだ。お前みたいな男を鍛える。一日も早く海に出たい。猛虎を返り討ちにしてやる。奴らが来る前に見つければいい。猛虎の首を取ったら褒美をもらえるって話だったよな。手始めに不意をついて襲ってやろうか。あるいは旅のものを餌として後をつけてみた。息のクロード様を知ってるか。息の何だと。俗を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で穂村のような眼。獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。柱の罰を受けてたぞ。悪さをしたからね。それが起きてた。ま、柱は従わねえが。どういうことだ。娘が粗骨した時、頭が肩をつけた。もしあれが俺たちだったら叩き切られてたに違いない。Huh?
空通し苔むす岩も冷えに蹴り、静けき水に思い沈まる。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。姿だけは人並みだ。
あと少し稽古した方がいいな。息のクロードだとさ、本物のクロード様だったら百人力だ。戦えるのか。うるさい。だからあんたを海の底に沈めたのか。
これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と斬ったって聞いたよ。何さ、その噂まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。枯れ木のごとくハーンをへし折ったそうだな。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木だふれがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ。てもらわなきゃ。探さねばな。お前が太田か。対馬に送った石膏全て切ったぞ。古典藩は死んだ、あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。
何を飲ませた？家電の霊薬。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の長に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。ほら、備えは済んだの？行くぞ。こっち。行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。ははそりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、境家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。いや、崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。おのれ、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。
うちに秘めた罪を清め生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ、父の無念を晴らすのだ。魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして奴はもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。やられた。お待ちを。全て賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上。ジン、走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ。おそらくでは耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどのやつらは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が族を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。ジン、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川のジン殿。答えもせずに立つのか。
生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大高族から息を守らねば。まず影を探さねば。待っていてくれ。幾とせも父の死から目を背けて。来た。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。不意に船が現れて俺たちに火の矢を幾度も放ったんだ。故郷も何もかも失ってしまった。むごいな。故郷はどこだ。西の海辺の中ほど。気をつけろ。奴らは人と見れば襲うぞ。ここにおれ。様子を探ってこよう。猫に嫌われたんだ。せっかく魚をやったっていうのに。捕まった時、あの人が代わりに猿の世話をしていた年寄りです。どこにおった。
猿岩を見渡せる古い野営です。猛虎は島の獣を捕らえてます。殺すつもりでしょうか。調べてみよう。お主は逃げよう。母上は鹿を特にめでていた。一つ吹いてやるか。母上は俺を鹿のそばに座らせ、獣に古今集を読み聞かせようと。苦労したな。俺が使えると先に立って導いてくれた。空で覚えていたな。諦めろ。生きたところで何になる。鎧といえど心の内までは守れません。正気を失ったのか。俺が乗った船だ。影、どこへ行ってしまった。水死したか。
また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念必ず。影、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は影のものだ。どこへ行ってしまった？空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと静かに、聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った？猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。足跡、猛虎だ。たじろいだ後、馬を追った。あの音、近いぞ。影、今向かう。なんだ？影、よくやった。いい子だ。影、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。Come on!
ピッチャーな。今ので最後。ここです。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。よし、
猛攻を打つ。誇りある武士らしく。いつまで続く？うわ！